国立市のシンボルとなっていた赤い三角屋根の旧国立駅舎。JR 中央線の高架化に伴って10年ほど前に解体され、2020年に復元される予定です。しかし、復元後の建物の両隣には高さ20メートルの商業ビルが建つ予定で、地元からは駅舎がビルに埋もれてしまうのではないかと心配する声が上がっています。町のシンボルとしておよそ80年間市民に愛されてきた赤い三角屋根の旧国立駅舎。2006年に JR 中央線の高架化工事のために惜しまれつつ解体されましたが、柱などの部材は将来復元できるようにと市が大切に保管してきました。三角屋根の駅舎があった国立駅南口です。旧駅舎は元あった場所とほぼ同じ位置に復元されることが決まっています。市は市民の声を受けて旧国立駅舎を復元する計画を進め、2020年2月、駅舎が町に戻ってくることが決まりました。復元後は観光案内所などとして活用される予定です。しかし、復元される駅舎の両隣には最大で高さ20メートルの4階建ての商業ビルを建設する計画が持ち上がり、地元からは景観が損なわれるのではないかと心配の声が上がっています。商工会や駅前の商店らで作るまちづくり団体は、駅舎を挟むようなビルの計画に危機感を抱いています。文化財としてただ駅舎を残せばいいということじゃなくって、駅舎と合わせて両サイドが非常に大事なのかなと。建物に囲まれてしまっては青空の見える街というものがなくなってしまうというような形で心配をしています。計画について市民からも様々な意見が聞かれました。それはいらんじゃないですか。何もすでに布がある。小さい時からここにいますんでね、あれがあって当たり前というか、ね、でもこの時代ですからね、多少は仕方ないんじゃないでしょうかね。線路の位置も上がってきましたよね。だから美的にどうなってくるのかってことはやっぱり全体的に見ないと。一方、商業ビルを計画している JR 東日本は、地元からの意見を聞いた上で計画への理解を求めたいとしています。駅舎の保存と駅のその利便性を向上させ、地域のためにもなる商業ビルの建設と、これはきちっと両立できるということで、これまでも話を進めてきたと思いますし、今の計画は無理のないものになっていると思います。町のシンボルとして親しまれた駅舎の復元に向けて注目が集まる国立駅南口。市の商工会など地元の4団体は、今後JR 東日本の計画に対し景観への配慮を求める署名活動を検討しているということです。